こんばんは。今夜も馬と鹿の話。写真家の木梨郎です。全国でタレント活動をしてます、なるしゃんです。ちなみに4月から山梨県の GOGONBC テレビでレポーターとしても活動し始めました。よろしくお願いします。あ、俺も GOGONBC でカメラマンをやることになりました。言うの遅。で、ねえ、4月からね、はい、こちらに、河口湖の方に、はい、山梨県のね、河口湖に来て、ね、住んでやることになりましたけれども、はい、こっちに来ての一応初収録、ね、そうですね。ですね。うん。で、3月頃には、俺が大阪におって、なるみちゃんが、はい、河口湖におって電話しながら収録になるかなとは思ってたんやけど、うん、いやその予定でしたよね、うん、俺なんでここおんの、ほんでシロちゃんなんでおんの、ほんま2月ぐらいは全然こっちに来る予定では全然なかったんやけど、はい、なぜかこっちに来ることになりました、うん、ね、うん、はい、ご縁があって、そうね、まあ、俺は俺でね、やりたいことがあって、うん、こっちに来ることにはなったんやけど、はいはい、まあ、ナルトはちょっとまだ目的が別ではあんねんけどね、そうですね、うん、はい、まあ、それぞれ自分のね夢に向かっ て, 向かって、はい、頑張りましょう、頑張っております、うん、どうですかこちらの生活は。いやーねー、まあ、私の場合初めての、うん、なんていうっけあれ、一人生活、うん、っていうか一人暮らしですか、一人暮らしか、一人暮らし、うん、でもあるからやっぱね、いろんなとこに気使う、まあ、初めてのね、新しい職場っていうのと、うんうん、初めて一人暮らしするっていうので、はい、やっぱどこかしら気を使ってるのか、うん、このね疲れてるのか、うんうん、もう夜の11時になったらもう目が開かないぐらい眠たくなってますね。なるほど。今までね、私結構夜派やったんで、うん、まあ、皆さんご存知かなと、知っていただいてるかなと思うんですが、うん、奈良県に住んでいる時は実家暮らしだったんで、うん、もう全然2時3時までは余裕で起きてたんですよ。そうですね、起きてましたね、うん、でももう今は起きれないですもん、その時間まで、うん、俺もね、要はまあこっちに来てるから、まあ、釣りの撮影をすることがほとんどではあるんやけど、はい、釣りのまず大会が朝がめっちゃ早い。まあそうですね。で、俺こっちに来てそのまた翌日に、うんうん、翌日か、はい、に、奈良に行かなあかんことになって、もうすぐ戻るんかいと思ってんけど、あれですか、ジャパンバスプロの JB トップ50の、そうそうそう、分ですよね、第一線の、第一線の、うんうんうん、で大体起きるのがもう5時半ぐらい、ね、5時半、うん、はい、で3日間あるんで、はいはいはい、3日間連続で5時半に起きるわけじゃないですか。そういうことですね。でまたそれが終わってこっち戻ってきて、はい、でまた週末にまた大会があるわけじゃないですか。忙しい、ま、全部に行ってるんですよね、ま、そうそう、全部の大会の撮影に、そうそう、はい、でまた5時半に起きるわけじゃないですかまあそうなりますよね。でその平日のこっち戻ってきた時も、はい、まずその3日間の癖があって5時半に起きてしまうんですよ。ああ、やっぱ生活ってこう習慣になりますもんね、うん、逆か、習慣って生活になりますもんね。そうですね、うん、だからもうずっと5時半に起きてる状態なんですよ。はいはい。だから夜がすぐ寝てしまう。やっぱそうですか、しろちゃん、うん、俺も夜派で3時ぐらいにいつも寝ててんけど、はいはいはい、もうそこまで起きられん。やっぱだって5時半に起きてますもん、うん、めっちゃ3時まで起きてたらめっちゃ健康的 なんか生活習慣になってきましたね。そうですね。でも自分たちの仕事、うん、好きな仕事もできるし生活習慣も整うしで、うん、いいことばっかですね。まあ別に俺は夜派でよかったんですけどね。そうですか、うん、でもゴールデンタイムって10時から2時って言うじゃないですか、夜の。そう、ね、結構その肌が生まれ変わったりとか、うん、女の人は気にしますよ結構。でもなんか夜のゴールデンタイムの10時から2時って嘘っていう話もなんか今出ているらしいよ、うん、そうなんですか、うん、もうバチバチに本気やと思ってたんですけど、本気っていうかほんまの話、なんかいろいろそういう話ってなんか後からまた本当やったとか嘘やったとか出てくるから、まあね、結局どれが本当なのかようわからんのけどね。
いやでも10時2時はほんまやと思いますよ。ほんまに？だって私買って早寝した時のキメの細かさ、肌のキメの細かさは違いますもん、やっぱり。マジで？違います違います、もうお化粧の色とかも全然違いますよ。それなんか睡眠時間が多かったとかではなく？いや、やっぱね、なんぼ6時間寝ても2時から寝た日と、うんうん、4時間寝ても12時から寝た日、うん、でやっぱ4時間で12時から寝た日の方が綺麗ですね。あ、そうなんって思います。うん、ノリが違いますね。女の人は多分特に実感する時が多いと思います。もしかしたら思い込みかもしれんけどね。まあでも人間の8割って気のせいな気がしますもんね、うん、風邪でも何でも、うん、思い込みってでも大事ですからね。まあ良くも悪くもそうですよね。そうそう、病は気から、うん、気は病から、どっちだったっけ、病は気からか、そうですね、とも言う言葉もあるぐらいやし、うん、ね、うん、気の持ちようって大事やと思います、うんうん、ちなみにね、まだ収録放送されてるのは、5月で、はい、令和になってる時期ですけど、ほんまや、もう年取った気分。先週ね、えらい恥をかけましたね。そうやんか、5月にね。私でも一回言ったんですよ。多分、令和って、新しい新年号、新元号か、うんうん。発表されるのは4月ですよって、うん、シロちゃんに言ったんですよ、皆さん。言ったっけ？言いました、言いました。でも、シロちゃんが、うん、いや、5月やと思うでって言ったから、うん、一応予想する形で撮ったんですよね。うん、そうやった？そう。でも、4月に、うん、菅官房長官が、令和でありますって。はい、うん、発表したからね、うん、一応言語変わってないってで話したのがね、うん、変わってから放送されちゃったっていうね。予想してる回を、そうそう、あれを収録してたのがもう3月でしたからね。そうそうそう、4本撮りでしたからね、うん、ちなみに今が、4月の末下旬ぐらい、中旬ぐらいか、うん、そうですね、うん、なので、はい、まあまあそのこっちに来てからの生活はまあ3週間とかそんぐらいではありますけれども。そうですね、4月に来てから、うん、生活習慣は慣れましたか。でもまあまあ、でも慣れてきましたね。早寝、うん、早起き、うん、って感じで。そうですね、うん、私も体にいい生活を送らせていただいてます、おかげさまで、うん、まあ、なんか新しい環境ってね、いろいろなんか、はい、なんていうの、脳に刺激を与えるから。そうなんですか。そうそう、新しいことってそもそも脳にいいんですよ。はい、じゃあ頭良くなってるかな、なるちゃんは。それは知らんけども。え、どう思いますか。まあ、一緒の同じ GOGONBC テレビっていうところで働いてますけど、うーん、一緒に番組作ってますけど、悩まんといて、あんまり。ちょっとでも変わることを祈る。まあまあ、そう願っときますわ。思い込みですね、自分でそう思っといてください。声出してこんといて、もう。自分で良くなったと思っといてください。まあまあまあ、そうですね、うん。ちょっとは賢くなってると思うけど、まあ慣れてきましたね。うん、だんだんと。そう。で、新しいことって、うん、まあ、新しいことじゃなくてもいいし、新しい人、はい、今まで会ってなかった人、はい、新しく出会った人と喋るとかっていうのも結構頭使うんですよ。うん、いや、頭使いますよ。私はまだちょっと気も多少なりと使っちゃいますね。うん、そう。まあ、だから脳にはいいんですよ。ああ、なるほど。新しい人と会うのもそうやし、新しいことをやるのもそうやし。はい、へえ、うん。人が変わる、一番変わる方法って環境を変えることやね。ああ、そうなんや。うん。良くも悪くもですか？そうそうそう。へえ。まあ、だからね、今後ね、うん、大きくね、はい、いい方向にね、変わっていけばね。そうですね。夢を叶えれるように。いいですね、うん。で、令和なんですけど、はい、一気に変わりましたね、はい、また戻りますけど、一気に戻りました。はい、令和ね、令和の令に和風の和、うん、かな。令和の前にも平成最後のってなんかみんなよく言ってるじゃないですか。まあ、ハッシュタグも溢れてますもんね。そう、平成最後の夏、うん、平成最後のクリスマスやら、うん、まあ、何にでも使えますよね、うんうん、で、俺今初めてこれ言うてん、この単語。そう、平成最後、うん、そう。ミーハーじゃないですね、珍しく。いつもミーハーやのに。誰がミーハーや。いつもなんか新しいもの好きじゃないですか。新しいもん好きとミーハーはまた違うよ。え、そうなんですか。うん、新しいもん好き。ミーハーってその流行りに乗ってなんか新しいの買いたがるとかじゃないですか。ミーハーは好きじゃないのにこれ好きみたいなお湯のミーハーです。あ、そうなんですか、うん、みんながそう言ってるから。そうそうそう、あ、そういうことなんですか。新しいもの好きやと思ってた。
俺基本流行ってるもんとかはあんま手出さないんですけどね。へえ。新しいもん好きではあるよ。でも、うん、はいはいはい、うん、それは、うんうんうん、であの平成最後こう今この単語言うたら今日でも2回目やけど、そんな言わなかったんですか。うん、はいはい、言うことないし、なんかそれを言うのがなんかちょっと、え、言ってませんでした。なんか記憶にあるようなないような、ないような、いや、もう初めて言うな。どっちやねん。ほんまですか。なんか、あ、平成最後の何言ってたかは忘れましたけど、うん、平成最後の何かかみたいな言ってなかったっけ。全く言ってない。言ってないか。あの、寒いやん。え、そうですか、うん、でも平成最後には間違いなくないですか。だって言ったらこの収録かって平成最後になるんじゃないですか。その放送は令和やけど、収録としてはそうですね。そうですよ、平成最後、うん、なんか寂しいですね。そうですか。そうですよ、だって私は生まれた年号なんで、うん、なんか変わるってなったら寂しく感じますね。なんか別にそうでもない、うん、今日の連続じゃないと思うんだけど。今日の連続ってどういうことですか。え、今日が今日の連続で、うん、明日になったら明日も今日でしょ。はい、常に今日の連続じゃないですか。あ、令和になっても今日の連続な感じがするってことですか。そうそう、令和になったとしても特に何かを変えることはないじゃない。まあそうですね、平成の続きです、まあ、ですけどね。まあそう言うたら平成かって昭和の続きじゃないですか。そうですよ、だから特にその時も何も思ってないですよ、はい、あ、昭和から平成になる時もですか。そうそう。え、じゃあ平成でありますっていうのは菅官房長官が言ってはったんですか。今回の、違う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 、あ、違うんですか、うん、その時菅官房長官じゃないから。あ、そうなんや。30年間ずっとやってるんですよ。そうか。え、誰官房長官ですか。官房長官ずっと変わらんやん。総理大臣あんなに変わってんのに。あ、そうですね。菅官房長官、え、覚えてますか、どなたかやったかは。もう権利すごい覚えます。覚えてますか、どなたやったか。ね、ちょっと存じ上げないのも私は顔はちょっと出てるんやけど、はい、名前が出てこない。え、この元号、新元号を発表するっていうのは絶対官房長官の位置である人なんですか、そもそも。知らないです。そうなのかな。でもどうなんでしょう、そこは。どうなん、そこはね、あのコメントに入れてもらいましょう。あ、知ってる方お願いします、ね、皆さんの知恵を借りましょう。ねえ、新元号どうなんやろ。まあ、自分で調べろって話なんですけどね。まあね、出てきますよね、うん、きっと。でもね、あの自分で調べるのもできるけど、こうやってねリスナーの人たちとね、うん、せっかくやからね、絡みたいんじゃない、うんね、話したい、ね、そこでね、うん、本当にコメント入れたらコメントも返しますしね。はい、はい、え、なるちゃんも返せるようになったんですよね。そうですよ、なるちゃんもしてくれはったんですよね。なるちゃんも返します。はい、ちゃんと返信というところから入ったら誰かが入れてくれたやつが返信できるようになってます。よし、じゃあまたそのやり方を教わってなるちゃんも返信したいと思います。はい、なので皆さんコメントじゃんじゃん送ってください。はい、お待ちしてます。はい、今ちょっと甘噛みしましたけれども、甘噛み今スルーしましたけど、うん、その新元号発表は官房長官がするのかっていうところですよね、毎回ね、はい、うん、ほんで平成の発表の時は誰やったんかっていうとこが気になるところですよね、うん、この2つ、まあこれ別にこの話だけじゃなくてもいいですけどね。もちろんもちろん、全然あの関係ないコメントもしてくれたら、はい、全然嬉しいです、うん、全然嬉しいですっていう日本語おかしいんですけどね。っていうか、はい、全然ってちゃうんですね、うん、全然ってあれ否定するやから全然違うとか、そうそう、全然嬉しくないとか。そうそう、でももうなんかいつかな、でも私も昔は言わなかったんですよ。でも中学校とかかな、高校とかかな、うん、で言っても私が中学校高校でももう結構 5,6 年前になりますけど、うん、なんかもう全然嬉しいとか、うん、全然美味しいとか、うん、全然いいよとか、うん、っていう言葉が主流になりすぎて、もうむしろなんか全然っていうのがもう、うん、違和感感じなくなったんですよね。あ、ほんまに？全然プラスいいっていう方向の言葉が。俺はなんかまだ違和感は感じるな。あります？なんか言ってしまう時はあんねんけど。でしょ？でも、なんやかんやあるんですよ。おかしいと思う。でもこれがなんか普通に認定されていきそうですけどね、このまま言ってたら、うん、まあ、日本語って時代によって変わりますからね。そうそう、仕事とかもあるし、うん、まあ、何やかんや言ってたらそんな時間になりましたので、はい、はい、また次回楽しみにしていてください。はい、皆さんそれではおやすみなさい。木野城でした。なるちゃんでした。